い、ムチ TV のムチです、本日ご紹介する商品は、ここのところね連続してお届けします、チョーテックさんの商品のご紹介です。本日ご紹介する商品はこちら、チョーテックさんのモデルナンバー C00419 というですね、60W 6ポートの USB チャージャーのご紹介です。今はですね、もう何でもかんでも USB で充電できる時代、逆に言うと何でもかんでも USB じゃないと充電できないんじゃないかってぐらい USB がねごっちゃつきますよね。特にコンセント周りがね、今何でも USB で充電できるから、こう USB AC アダプター1個について1本の USB みたいになっちゃって、もうテーブルタップパンパンになっちゃったりすると思うんですよね。はい、そういうのをすっきりサポートしてくれるのが今回の商品でございます。はい、まず中の方、こちら本体になります。はい、で今回の特徴的なのがね、前回車のでも言ったんですけど、ここちょっとねブルーの色になってるんですよ。で、USB 3.0 ですかって感じの色なんですけど、じゃなくてクアルコムっていう、クアルコムクイックチャージャーみたいな、クアルコムチャージャーっていうのが採用されていて、そのに対応した機器をつなぐとものすごい早く急速充電できるよっていうポートらしいです。はい、っていうのが特徴の2ポートがついてる、全部で6ポート。すごいね、6ポートもあんた安心できんね。はい、あと、AC コンセントに挿す、ケーブルと、あとまあ多分おまけっていうかセットでね、マイクロ USB のケーブルが入ってます。マイクロ USB はいつもこのチョーテックさんのね、ロゴがちゃんと入った、USB になってます。はい、あとは取扱説明書と、このねハッピーノーハッピーっていうねカード、多分保証書のカードなのかな。はい、あと説明書きは英語です。はい、説明書きは英語です。すごいね、これね触り心地が最高。つや消しラバー調なんだよね、たまんない、なんとも言えない触り心地で、確かに6ポートで考えるとすごいコンパクトじゃないかな。しかもね軽い、これなんで、なんだろうな、いっぱいガジェットを持っていて出張に行く時とか、ちょっとねこの後紹介する商品でラブパワーさんのなんですけど、それはねポート数が少ないんですけど、すごいねカードサイズっていうのもあるんですよ、クレジットカードとかキャッシュカードのサイズの。でもこれもね手のひらぐらいのサイズなんで、これをカバンにね、このコンセントとコンセントのケーブルと本体を出張のカバンとかね、そういう遠出されるのが多い方、旅行に行く方とか持っていくと便利かもしれないですね。これ1個持っていけば、ね携帯だの スマートフォンだのタブレットだの、いろんなね USB で充電するものがここでことが済みますからね。はい、でなおかつね、前回ご紹介しているようなチーパッドとかもこういうのもさせるんで、 AC アダプターがなくてもこれが AC アダプターの代わりになって全部を給電できるっていう素晴らしい商品でございます。あ、なるほど、そういうのもコンセントっていうかもうね、充電に特化したそういうものがあるんだっての意外に知らない方いると思うんで、ぜひね、この動画たまたま見られた方はね、購入なさってみるといいと思います。そうするとね、コンセント周りがテーブルタップやらなくても、この1個で6個の機器充電できるんで、一人暮らしでね、私みたいにもう、ああだよ、iPad だの、iPad mini だの、iPhone だの、iPhone、なんとかだろうっていっぱいあるとね、また別ですけど、6ポートもあればね、だいたい一人暮らししてるとか、あとは各お部屋に一つずつ、お父さんとお母さん、あと娘さん、息子さんなんつったら、これで十分ことが足りますからね、ぜひ、検討してみてはいかがでしょうか。はい、あとですね、今こちら、説明しましたけど、なんだっけ、クアルコム急速充電対応なんですけど、Amazon の方ね、指
下に概要いつもみたいに貼ってリンク貼っておきますので、そちらから行ってみてください。このクアルコム充電じゃない6ポート、全部の6ポートが 2.4 アン、iPhone6 とか iPad とかタブレット系もね、充電できるアンペアが流れる普通のこのクアルコム充電対応じゃないやつは1000円ぐらい多分安いのかなっていうのが出てますんで、ありますんで、もしあのクアルコム充電いらないなっていう方は、そちらもご検討なさってみてはいかがでしょうか。はい、本日ご紹介した商品はこちら、超テックさんのモデルナンバー C00419 のこちら USB6 ポートチャージャーのご紹介でした。ではまた、ムチTVのムチでした。